イスラムを舐めてるとどうなっても知りませんよ。皆様いつもありがとうございます。ヒ・イズル・クニ TV のお時間です。今回のお題は逃げる気満々についてです。お隣によるイランに対しての原油代未払いのその後ワウコリアの記事からご覧くださいませ。イラン政府は米国に対して米国の制裁により凍結された数十億ドルの資金を解除することを要求した。ロイター通信によると13日、ハサン・ロウハーニー・イラン大統領はこの日国営メディア ARNA で米国がイランに対して私たちの中央銀行の資金で基本財と医薬品、人道的物品を購入することを禁止したことは決して容認できないとし、米国政府ができるだけ早くこの措置を解除することを期待していると述べた。またハサン・ロウハーニー大統領はイラン中央銀行総裁に法的外交的手段を通じてこの問題に対する後続措置を取ることを指示したと付け加えた。イランのメディアによるとフセイン・タンハイ・イラン警告商工会議所代表は警告内の銀行に開設されたイラン中央銀行の口座金額にして65億ドルから90億ドル、約7000億円から9660億円が凍結されていると述べた。イランは米国の制裁により警告内の口座が凍結され原油輸出代金を受け取れていない。昨年5月、米国が米国のイラン産原油輸入に対する一時的制裁の例外措置が中断され口座も凍結されたとの内容です。これやっぱりまだそのままだったんですね。さすがにもう使っちまったなんて口が裂けても言えないですからね。それにしてもこのコロナ禍でそのままなかったことになると淡い期待でも抱いてたんでしょうか。まあ日本からは行き先が明確な物価水素しか入ってきませんから、あれを使っての物々交換ももうできませんからね。もしかすると米国からの制裁を逃げ道にできる関係で踏み絵を迫られるのは避けたいところですが、今度の米大統領選にトランプ氏の再選を願っているのはどこの国よりもお隣かもしれません。さて今回の件に関して個人的にとっても気になるのがロウハニ大統領が果たしてどのような後続措置を取ったかということですね。ムン大統領が大した努力もせずに安易に構えてると、え？後続措置？あれね。もうそろそろそちらに到着してるはずだけど、うちのジハード、あら。以上、石川県のクレーンや広島空港の修理代もとっとと払ってくださいね。